ではクイズをお願いします。どうぞじゃじゃんじゃじゃん。何でもです。めちゃめちゃ簡単な問題なんですけど、はい、じゃん。大学時代、僕が大学時代にやってた研究は何でしょう。研究って、ね、めちゃめちゃ簡単です。多分普通に生きてた人は誰でも分かるんじゃないかな。あーそう、ってことは文学系かな。古典とか。いや、理系ですね。理系。誰でも誰でも分かる。多分みんなやったことあるんじゃないかな。何やったことある。みんなやったことある。虫。ああガスバーナーの付け方とか。あーそれ理科だね。近いの。でもそれが近いガスバーナーが近いの。ガスバーナーが近い。アルコールランプ。そんな中学レベル。メスシリンダー。顕微鏡。ブー。何アレルギー。ないだね今。顕微鏡。生態系じゃなくて。違いますね。生物ではない。機械系です。機械。工学。工学です。おお、ロボット工学。あおお、あれガンダム。ガンダム作ったの。じゃあもう答えをどうぞ。はい、答えは地震による工作機械の動きの有限要素法解析でした。わかるか。誰もわかんねえ。やったことねえわ。誰もわかんねえ。地震。それは何、あの耐震とかそっち系とかも。そうです、地震によって、うん、工作機械がどういう風な動きをするか。へー。まあ、パソコンで解析して、うん、一番動きを最小限に抑える。あーなるほど。どういう風に工作機械を設置するか、まあ、研究する。なるほど。今役立ってる。全然。はい、ありがとうございました。